よ。これ昭和初期の丹後の節句の人形なんやて。わー、90年も前やん。こんにちは。今日は鯉のぼりを作ります。以前作った金魚に鱗の服を着せてあげて、キラッキラの楽しい鯉に仕上げます。早速始めましょう。まず土台にする金魚を作ります。90センチの水引きを10センチ切ります。これは後で使います。そして80センチの水引きを半分に切って、40センチの水引き4本用意します。2本でアワビ結びを作ります。アワビの大きさはだいたい 1.5 センチぐらいです。2つ作れましたら、さっき切りました10センチの水引きで口を作ります。表から見たら2本口ですので、2本出ているようにして、裏で結んでおきます。そしたら内側同士ですね、片面の内側同士でアワビ結びします。このアワビの大きさはだいたい9ミリぐらいがいいです。ちょっと1センチ以上になると後で着せる鱗がサイズが合わなくなりますのでね。はい、反対側も内側同士、したら今度はこっちの面とこっちの面をつなぎますので、結んでいないこちらとこちらでアワビ結びします。
反対側も結びます。残っているこちらとこちら、ではわび結びです。こういう形になります。あと3段編んでいきます。お隣同士のあわび結びの端同士ですね、こちらを結ぶ、そしてこちらとこちらを結ぶ、こちらとこちら、残りのこちらとこちら、全部で4段編めましたら、最後全部まとめてワイヤー止めします。金魚とだいたい同じですので、説明のところに金魚の動画のリンクを貼っておきます。はい、ワイヤーから5ミリぐらいのところを切り落とします。を作ります。ちょっと難しいので練習をします。まず1本で輪を作ります。長い方を上に重ねて輪を作ります。そしてもう1本を後ろから当てます。四つ手のあわび結びです。はい、この時に、本来四つ手のあわび結びは輪の大きさを同じにしますが、右側を大きくします。そして左側を小さくします。ですね。はい、でまた右側で輪を作って、左側が後ろから今立ってる状態で、この水引きの前をまず通します。そしてここから後ろから入って、前後ろと通って前から引き出します。この部分を引いて、緑の輪を小さくします。はい、繰り返します。Thank you.
段は、新しい水引きを後ろからここに入れます。そしてこの、大きい輪のところから後ろに出します。そして輪を作ります。長い方が上に向いてます。そして前に交差してます。でもう一本をこのピンクの輪の後ろから当てます。そして四つ目のあわび結びです。同じように右側の紫の輪を大きめ、でピンクの輪を小さくしていきます。後ろから当てて四つ手のあわび結びです。はい、ピンクの輪を縮めていきます。よし、ややこしくなってます。はい、紫は絡めないようにして、ピンクをここから入れて、青い輪のところから出して後ろに出して輪を作ったら、紫をピンクの輪の後ろに当てて四つ手のあわび結びです。はい、ピンクの輪、ピンクの輪を縮めていきます。ちょっと見た目も綺麗じゃないですが、こういう形で繰り返しやっていきます。30センチの水引き2本ずつ5色用意して、練習と同じように鱗を作りました。最初のアワビの大きさ、1段目のアワビの大きさはだいたい 1.3 から 1.4 センチくらいです。で、こういう向きで編んでいくんですが、この右側の先は、3センチぐらい取っても大丈夫ですが、こちらの左側の先は、1.5 センチくらいしか取れません。ですから水引きは40センチくらいあった方が安心です。
後ろはこんな感じになります。そしてそれぞれ2本ずつをワイヤー止めしていきます。こちらも全部2本ずつワイヤー止めしていきます。2本ずつワイヤー止めして長い水引きを切りました。これを内側に折っておきます。こちら側はもうすでに折ってあります。そしてこの先ほどの土台にかぶせて、お腹側を3箇所ほどワイヤーで留めます、はい、お腹側をワイヤー留めしました、そして5段目のこの鱗、一番右端ですね、これをちょっと背中側に起こしてあげると、ポッポッポくなる、ポッポのようになると思います。では最後にこの動く目を木工用ボンドでつけていきます。平梅をお箸の先に2つつけました。こちらに鯉のぼりをつけていこうと思います。鯉のぼり完成しました。